はいどうもお疲れ様です。今日は2月10日の朝6時です。相場解説に入らせていただきます。デイリーなんですけども、ずっとね、右肩下がりがありましたが、横ばいに入りつつ、やっぱりちょっと上昇傾向ですよね。下冷えを出したりとかなんだりして、こういう風な形で今ね、右肩上がりになろうとしているのかなっていうところを冷やしでは見ることができます。まあ、ちなみに皆さんね、風邪など引いてないですか体調が優れない時は、判断をミスることがありますんでね。 やっぱりこうトレードは慎重にちょっと手を離した方がいいかもしれませんね。で、私ちょっとね、鼻風でね、鼻がちょっと変な声になってるんですよ。まあ、でも体調は万全ですんで、特に問題ないんですけども。でも、この程度でも、ああ、自分は判断ミスるかもしれないなっていうふうに意識しながらトレードをしていこうかと思いますよね。はい、じゃあ次は4時間です。4時間はどういうふうになってるかというと、徐々に右肩上がりになっているような気はしていたんですけども、その兆候は見られません。 月曜日に懐かしいことにね、こう窓を開けてスタートしましたけども、その窓を火曜日に埋めて、そのまま水、木、そして本日という風に移ってきたんですけども、わかるのは4時間ではね、あの、下に下がる、うん、勢いはもうないなってとこですよね。窓を埋めた後に一気にもっともっとね、こちらの、お米国、ね、雇用調整、 の前年戻しはななかったわけなんで、戻しに留まったったてことですでこっから右肩上がりになる可能性が非常に強いなっていうふうに4時間では感じますよね。えっ、ー、と、もう一回補助線をここに引いておきましょうか。こういったところと、この線が、うん、まあ、サポートラインになって、下落の勢いを止めてるっていうふうに感じることができます。じゃあ次1時間です。1時間はちょっと分かりやすいですよ。ほらね。1時間は、まずレンジオプションで組んでいたのは、 最初はここでした。こ,このレンジオプションね。その後修正するにレンジオプションをこことここに持ってきたわけですよ。で、最終的にレンジオプションはここになりまして、で、ついにはひげ先まで持ってくるようになりました。こんな形のレンジオプションですね。ちょっと幅が広いですよ。1円と50ピップスですから。その代わり、ちょっと全部閉じますね。このレンジオプションっていうのは、すごい心強いのは、 こういうふういに引くでしょ、うん、やっぱりこうエントリーするところと決済して再エントリーするところがビッたしと上から下までつながってるんですよねですんで今引いたところは、まあ、私の場合は寝ていたんで取れませんでしたけどもここは別に取れなくもなかったかなってとこですでもうじきこの陽線もですね3バガラス4バガラスをあ違うわあー 3平4平を突破してもう本当に4線ばっかりでできてきてるでしょ毎時間毎時間値上がりしてるわけですよでそろそろこちらと同水準のとこに入ってきて売りに入るんではないかろうかっていうのが見えておりますはいということなんでねあと1時間2時間ぐらいであの陰線が出始めるとこじゃないかなっていうふうに思いますけどもねそれを確かめてセルでエントリーする機会を待ちたいと思いますじゃあ今回は以上ですまた午前中に追加しますね